ビッグモーターでの車の売買をめぐり、客の女性が会社と金重前社長を相手取り提訴。FNN は22日午後4時過ぎ、原告の女性に話を聞くことができた。ビッグモーターなどを訴えた原告女性、詐欺みたいな形で車取られて、全く非を認めてくれないので正直に非を認めて謝ってほしい。責任を取っててて。いい、たただきたい企業として人としし人 この女性は虚偽の説明で無理やり車を買い替えさせられたとして、約218万円の損害賠償を求め、名古屋地裁に提訴している。廃車にするしかありません、訴状によると女性は2022年6月、当時所有していた愛車アウディの車検を名古屋市内にあるビッグモーターの店舗に依頼した。 すると女性の愛車は車検を受けた2ヶ月後にエンジンがかからないトラブルがあり修理を依頼することになったという女性は担当者からアウディの修理には多額の費用がかかると説明を受けさらにこんな言葉をかけられたという担当者が女性にかけた言葉訴状よりアウディは廃車にするしかありませんアウディに価値はありません ビッグモーターなどを訴えた原告女性、車検出したばっかりで、おかしいねってことだらけ、でも仕方ないって受け入れるしかなかったので、ハンドルとかシートとかなでてお別れした、そして担当者は、廃車となるアウディの代わりに中古の軽自動車を買うよう強く勧めてきた。 店舗の駐車場にあったその軽自動車はタバコの臭いが残っていて当初女性に購入の意思はなかったしかし4時間に及ぶ勧誘を受けた結果廃車にするしかないと言われたアウディをビッグモーター側に1万円で売却その上で軽自動車を103万円で購入する契約を結んだ購入した軽自動車はタバコの臭いに加え タイヤの亀裂やシートのシミなどがビッグモーターなどを訴えた原告女性これが軽自動車のタイヤの亀裂です全部こういう状態ですアウディは別の店舗に転売一方廃車するしかないと言われ1万円で売却したアウディは別の店舗に転売されていたというビッグモーターなどを訴えた原告女性 多分売り飛ばしてるだろうなと自分では予測していましたなんか最初からそのつもり人を騙すつもりというのがもううすうすすべてこう分かってきたので一人のちゃんとした大人としての対応じゃないあちらは女性側は売却したアウディに少なくとも100万円以上の価値があり103万円で購入した軽自動車については 25万円の価格が妥当と主張、不当な売買であるとして、ビッグモーター社と兼重前社長に損害賠償を求めている。原告の女性は今後の裁判について、ビッグモーターなどを訴えた原告女性、言動にしても何にしても理解できないところがあるので、真摯な対応は一切ないですね、ビッグモーターさんはずっと非を認めないままなので。 謝罪の姿勢も全く感じられなかったので戦いますビッグモーター側は FNN の取材に対し係争中の案件のため回答は控えさせていただきますとコメントしている以下はネチズンのコメントをまとめたものです20年前くらいかな 福岡市西区高崎のビッグモーターにノアを見積もりしてもらい本体価格97万所費用込みで130万だったから高いな。と思い家に帰り嫁と相談してと伝えたところは一家の主人でしょう何を相談するんですかと言われたのを思い出しますその場で店長にこの販売員の対応をクレームしたらうちはそのスタンスでやってますから。 とと買わなくてよかったと思います車検から2ヶ月後にエンジンが故障したならビッグモーターとの因果関係は薄そう10年落ちの A4 に下取り値で100万はないなしかもエンジンが壊れてるなら1万でも上等だろう中古車の売価でも100万はしないだろうしまあ軽自動車の件はあかんと思うけどアウディの件は妥当な感じだね ここれかからうういいうが増えていくのかな。ビッグモーターで車を買った人はラッキーチャンス到来かもねあまりにもひどい話実質的にアウディとお金と時間を盗まれて手元にタバコ草のするボロいカルだけが残るなんてこんなことをするのは犯罪組織というしかないでしょうこの女性をはじめとして ビッグモーターの一連の事件の被害者が全員満足な形で救済されることを願います。